それでは今週の計算数学1の授業に入りたいと思います。で前回は、多倍調整数の加算にの計算量ですね。で計算量の、概論の話をしまして、その中で特に多倍調整数の加算の計算量の話をしました。で、今回は、その続きでして、今日からその多項式の話に入りたいと思います。テキストですと、16ページのセクション 2.2 の多項式の表現というところから始めます。で、さらに最初のセクション、サブセクションは 2.2.1 で、その多項式の表現と、加算というところから入ってきます。で多項式に関する基本的な知識は、皆さん一応去年ですね、代数入門の授業で習ったのではないかと思います。一応この授業も、ある程度2年生までの知識を前提としておりますので、最初のところはちょっと復習にとどめますが、一応記号の確認だけしておきますと、まず記号はその R をカカンカンとするとですね、R をカカンカンとしまして、それから、その、R 上で変数 XY から Z を持つ多項式全体を考えます。このように、大括弧で、変数をくくったものを、変数、これらを変数とするような R 上の多項式全体からなる集合とします。分かりになると思いますけれども、やっぱ変数ごとに係数を加えたりかけたりするわけですね。あとは、x と y をかけたら xy という新しい項ができたりとか、そういった加減乗除を定義して、この R 上の多項式間も、加減乗除をなすということも、皆さんどっかでやったと思いますので、一応確認のみに留めておきます。でそれからあと、一応一般にはその多項式は多変数でして、でそれらに対する計算も当然この計算基準学の範疇では考えますけれども、当面はの変数を、x のみの1変数として考えまして、で係数を整数間として話を進めたいと思います。
ここまでまずよろしいでしょうか。で、最初にその記号の確認として一応定義を書いておきます。いくつか その多項式のから量を取り出す用語なんですけれども、今ですね、この AX という多項式を整形数の多項式でこのような形で与えられていまして、で最高次数の項は x の n 乗の項としまして、その係数 an は非0とします。でこの時にこの多項式に対してこのいろいろ特徴を持つ項を取り出す言葉がありますので、多分今までの授業、代数の授業でも出てきたと思いますが、一応確認しておきます。まずこの次数が最高次の項ですね。ANXN 乗を AX の始項と呼びます。英語で言うと、ザ・リーディングタームというふうに呼びますので、その略称をとって LT と記号で書きます。で、次に、その始項の係数 AN を、これを AX の主係数と呼びます。英語で言いますと、the leading coefficient と呼びますので、その頭文字を取って LC という記号で表します。で、それからこの次数最高次の次数自身ですね、N を、この AX の、これは次数と呼びます。で英語ですとデグリーですので、その、頭文字を取ってデグという記号で表します。最後に、この多項式 AX がモニックであるとの定義は、この AX の主係数が1に等しいことを言います。以上がここでのその言葉の定義として確認しておきます。で、予習をしてきた人は気づいたと思いますけれども、若干その坂井先生のテキストと日本語の用語が異なる部分があります。特に、始項主係数というのは、テキストでそれぞれ等項統計数となっておりました。で、これは、日本ではまだこの辺の言葉
呼び方、日本語での呼び方についてはまだいくつかの流儀があります。でその中で一応まあこれは僕自身が馴染んでいるといいますか、計算代数をやっている中心にやっている人たちの間では割と主流の呼び方ですので、こちらで書いておきます。一応酒井先生にもそのことは伝えてあります。で場合によってはこの等高とか等係数というのはもう少しその別な概念を扱うときに指向係数と区別して用いる場合もありますので、まあ、その際には若干注意が必要ですけれども、今のところは等高でも指向でもほぼ問題ないと思いますので、まあ、そのように使ってください。でそれから次に、まあ、一変数多項式の表現ですね。表現というのはまあ、これから授業を進めていく中でアルゴリズムなどの中でその扱う場合の表現として書いておきます。今 AX を先ほどの定義と同じように形で与えます。でこれを、まあ、以後アルゴリズムなどがしばしば次のような形で表すということで、定数項から順番にですね、こう衝撃の順にこう係数を並べていって、括弧でくくったその n プラス1個の整数の組としてしばしば表しますので注意してください。まあこれは別にバンコク共通ルールというわけではなくて、たまたま、まあ、このテキストでは以後このように表しているだけですので、まあ、そのぐらいのつもりで見てもらえれば結構です。ここまで何かありましたか？はい、そうですか。それでは一応以上の準備をした上で、その一変数多項式の加算を の方法ですね、見ていこうと思います。まずここでは、AX と BX という2つの多項式を用意します。でまあ、どちらも K 字の多項式なわけですね。でまあ、これに対して AX と BX の和である、まあ、CX を求めてみましょうということにしましょう。
一応これは明らかなことなんですけれども、多項式の加算を行った場合にはその次数ですね、結果となる多項式の次数は、まあ今入力となる多項式の次数がどちらも k 次でしたら、その k に等しいかそれより小さい値になります。k を上回るような結果が出ることはないということですね。でまあ、実際にそのアルゴリズムは、テキストですと17ページ の一番上にあるような形になります。一応書いておきましょう。でまあ、アルゴリズムです。入力をもう一度、まあ、重複しますけども、一応書いておきます。まあ、テキストはもともとの多項式の形で書いてありますけれども、一応アルゴリズムの中ですので、もう少し個々のデータを見やすくするのと同時に、一応書く手間を減らそうと思って、こういう係数の組の形で書いておきました。で、まあ出力もまあ先ほどと同じように CX を出すわけです。それで、まあ、アルゴリズム、この場合はそれほどその大したステップはないんですけれども、まあ、基本的には、その各項ごとにですね、各次数の項ごとに係数の和を取ると、まあ、それだけのことです。まあ、I 次の項ですと、この係数 AI と BI の和を CI に代入しなさいと。で、これを今、i が0から k までの間ですので、その間で i を変化させながら、この処理を繰り返しなさいという、この for ループが1個書かれております。で、一応、リターン文を補っておきますと、この計算結果の、その、多項式 CX の係数のリストを返すということで処理が終わります。まあ多項式に対する演算としてはまあ最も単純な計算です。で一応このアルゴリズムの注意点を少し述べておきますけれども、
注意点としましては、まず一つ目は、このアルゴリズムは、その入力となる多項式 A と B の次数が等しい場合を仮定しておりましたが、現実は一般的にはそうとは限らないわけですね。A と B の次数が異なる場合があるわけで、でまあ、入力の多項式の次数が異なる場合には、まあ、それに応じたしかるべきその処理が必要になりますので、注意してください。それは実際にこう皆さんがですね、そのプログラムを組むときにこういろいろ考えるべきところでしょう。で、もう一つの注意としましては、まあ、一応このテキストでは、まあ、整数などはその計算機 の, その設備が許す限りの桁数を扱うとなっておりますので、一応このテキストでやる範囲においては、この係数 AI や BI としては、一般に多倍調整数を用いるということに注意してください。ということですので、アルゴリズムの性能を評価する場合、まあ、具体的にはその計算量を見積もる場合には、この多倍調整数のことを考慮したその計算量の見積もりでないと、その必ずしもその、まあ、その計算量というのはですね、実情を正確に反映したものにはならないという場合があります。ここまでいいですか？じゃあ、その計算量ですね、実際に見積もってみましょう。一応ここでは、計算に出てくる係数を一応因数の形でこう書き出してみます。で、まあ、それらの係数を各項ごとに加えることで、まあ、この結果となる多項式CX の係数を計算するわけなんですが、ここで先ほども注意したように、そのおのおのの係数ですね、おのおの係数はまあ、A0 と B0 の和が C0 に入って、A1 と B1 の和が C1 に入るというような具合で、こう、
の計算を進めていくわけなんですけれども、それぞれの和の計算というのは、先ほども指摘しましたように、多倍調の整数の和加算でしたので、多倍調の整数の加算の計算量がこう入ってきます。で、多倍調の整数の加算の計算量は何だったかというと、これちょうど前回の授業でやりましたけれども、加えられるそれぞれの数の長さに比例するということを、ワード帳ですね、ワード帳に比例するということをやっておりました。ですので、例えば、この、定数項ですと、その計算量というのが、そうか。しかもその一般にですね、この例えば A0 と B0 の、多倍調数を加える場合に、一般にはその A0 と B0 の長さっていうのは等しいとは限らないわけですね。そうすると、計算ではその A0 と B0 の長さのどちらに合わせるべきかというと、長い方に合わせるべきなわけです。ですので、例えばこの1項ごとのその計、1項ごとのその係数の和というのは、例えばこの A0 と B0 の和ですと、A0 の長さと、B0 の長さの、最大値に比例すると見積もることができます。では、同じようにして、各項の係数のですね、計算量を見積もることができます。こんな形になるわけですね。で、そしてこれをその、定数項から1次、2次、3次と順番にその K 次までの項を、K 次の項までこの計算を繰り返しますので、その各項の係数の計算量の総和というのは、各項の長さの和に比例するということができます。そうしますと全体では、こういった形の見積もりになるわけです。まあ、いいですか。で、あとはいくつかその特殊な場合についてはもう少しその分かりやすい性質を導くことができて、一つとしてはその係数がすべて単精度な場合ですね。係数がすべて単精度な場合は、この長さというのは基本的に1ワードになりますので、そうしますと、その係数がすべて単精度のときには、この値というのはちょうど K になります。K ですから、多項式の次数ですね。入力多項式の次数になります。すなわち
まあ、係数が単すべて単精度の場合の計算量は、この入力多項式の次数に比例するということがわかります。あともう一つは、その多倍長なんですけれども、その係数の長さがすべて等しい場合、仮に M ワードだったりすると、まあ、ちょうどこれが M 倍になって、MK に比例するということもわかります。以上が、まあ、一番基本的になるその多項式の、一変数多項式の和のアルゴリズムとその計算量の見積もりです。ここまでいいですか。じゃあ、次のサブセクションで 2.2.2 のホーナー法に入りたいと思います。教科書テキストでは17ページの真ん中ぐらいのところです。まあ、このホーナーというのはまあ人の名前なんですが、でまあ、普通ですとその多項式の加算をやったら次は乗算に進むわけですけれども、まあ、ここでそのホーナー法というのが挟まれて何をやるかというと、扱うテーマは多項式の評価と呼ばれるものです。これはですね、AX をその間 R 上の一変数多項式としまして、それから X0 がその間 R の値だったときに、この変数 AX の変数 AX にこの X0 を代入して、その値は R の値になるわけですが、その値を求めることを、このことをこの x イコール ax0 で ax を評価すると言います。ですので、まあ、言葉は英語でもエヴァリュエートですので、その例えば成績の評価などとこう言葉自体は同じなんですけれども、概念は少し異なりますので注意してください。要は、まあ、代入することですね。で、じゃあ、その、多項式に、この、ある値を代入、変数にある値を代入して、その値を求めましょうといったときに、多分皆さんが考えつく素朴な方法というのを、ちょっとこれから見ていきたいと思いますけれども。
まあ例としまして、テキストにある例を使ってみましょう。AX として、X として、5x4 乗プラス 3x3 乗マイナス 2x2 乗プラス 8x マイナス10というのが与えられたとします。で、あと、その x0 として、まあ、整数なんですけども、10が与えられたとしましょう。で、この時に、A の10を計算しなさいということなんですけれども、まあ単純にやる方法としては、その各項のその変数 x にこの10を代入していって、で、それで計算した数の和を取るということですね。しますと、これでどうなるかっていうと、一応テキストの方にその値がありますけれども、52,870とあります。まあ、これ自体は何でもない計算なんですが、ここで注目するのは、乗算回数ですね。今この値を今の方法で求めたときに、その整数上の掛け算を一体何回やってるでしょうかっていう話です。で、まあ、試行から順番に見ていきますと、まあ、例えば10の4乗を計算する場合ですと、その10を4乗得るのに、掛け算3回使います。それから、それに整数の5をかけてますから、例えば4次の、項で値を取り、計算するのに乗算を4回行っていることになります。で、同様にして3次の項では乗算が3回、1の項では2回、1の項では1回というふうに繰り返しております。ここでいいですか。で、これがですね、これが全部で10回ですね。で、一般にその、じゃあ入力多項式の次数が n 次のときに、この乗算回数はいくつになりますかっていう話なんですけれども、一応この余地の場合から類推しますと、まあこれは後で気になった人は証明すればすぐにできると思うんですが、これ、n から1までのその整数の和なわけですね。で、これが2分の n かける n プラス1ですので、まあ、全近的には、θ の n2 乗になることが分かります。で、ここが重要なところで、後で、今日コーナー法をやった後で、ここの計算量と比較しますので、この値には注意してください。で、この方法で、素朴な方法で、その多項式の評価を行いますと、
その時の計算量は入力される多項式の次数の2乗に比例するということになります。これはどういうことを意味しているかというと、仮に入力多項式の次数が2倍になった場合ですね、今例えば4乗の多項式言いました、4次の多項式言いましたけども、これが8になった場合に計算量はどうなったかなるかっていうと、その2その、あとか、2の2乗倍か、2倍になれば4倍になるとかですね、あとは入力多項式の次数が10倍になれば、その計算量、演算回数が100倍になるというような増え方をすることに注意してください。そうすると、もう少しこう賢いというのは、増加の度合いが小さいですね、計算量の増加の度合いが小さいようなアルゴリズムがあった方が、まあ、いろんな時には有利だということが類推できると思います。まあ、その方法、まあ、改善する方法の一つとして、まあ、フォーナー法というのをこれから紹介します。で、実は、まあ、フォーナー法と聞くとですね、皆さんこうどんなにこう素晴らしい、もしくは不思議な方法なんだろうと想像する人もいるかと思うんですが、実は多分皆さんすでにフォーナー法は勉強しているはずなんですね。フォーナー法という名前聞いたことはある人はどのぐらいいますか、今までのところで。過去に聞いたことがある。はい。じゃあ、組み立て助法という名前聞いたことがある人はどのぐらいいますか。はい。実はフォーナー法はほとんど組み立て助法といって良い方法です。一応、これから紹介します。ちなみに組み立て助法について話を聞いたのが大体高校ぐらいですかね。高校の時に聞いたという部分がありますか。はい、わかりました。ありがとうございます。今の大体皆さんの世代の高校の数学でも結構出てきてるんだなということが分かりました。じゃあ、とりあえずまだ初めて聞く人にも分かるように話は進めますのでやっていきましょう。組み立て助法という話は多分高校の数学では常用定理という定理に関係が深いですから、その辺からちょっと復習をしていくことにしたいと思います。まず常用定理というのはどういうものだったかというと、AX を R 乗の一変数多項式としまして、それから、まあ、XL を R の元とします。で、この時に、x-x0 という一変数多項式で割った乗用が、実は ax0、すなわちその x0 で a を評価した値ですね。まあ、に等しくなるというのが、多分皆さんの多くの高校でやったと思われるこの乗用定理でした。で、まあ、この k としまして、もし AX が X-XZ で割り切れるならば、この AX0 は0に等しいと。また逆も成り立つということも言えるわけです。また、まあ、高校の数学ですと、まあ、この性質を利用して、例えば、3次以上の多項式の因数分解にこの定理を使ってですね、発見的な方法でこう因数分解をしたりということもあったと思います。
で、この乗用定理と関連がある方法に先ほど出ました、出しましたこの組み立て助法があります。で一応この組み立て助法についてもですね、やり方を多分覚えている人も多くいると思いますけれども、一応復習しておきましょう。と、まあ、なんでここの助法、これが助法出てくるかっていうと、結局その AX を X-XL で割ったその余りを出すのに、この AX0 を求めれば良いということですので、実際にこの AX0 を求めるっていうのがこの組み立て助法の目的でした。で、一応その、まあ、高校で習うようなやり方を一応思い出してみます と、まあ、先ほど出した例題のですね、多項式 の、 あの評価の例を使ってみることにしたいと思います。でまず多項式の係数を順番に並べていくわけですね。で、それからと評価する値、10ですね、今回10をこのように左側に置いておきます。で、とこの係数を並べた行の下を1行を開けて、こう1本線を引きます。でまあ、知ってる人はもう自分でどんどん進めていって構わないんですけれども、まず最初にこの主係数ですね、この主係数をそのままこの線の同じ列のこの長い線の下に下ろします。で、次からがポイントで、ここの数をですね、10倍したものを次の項の、係数の3の下に書きます。この場合ですと5の10倍ですから、50というふうに書きます。で、じゃあ50の下には何を書くかっていうと、この上の列の2つの数の和を書きます。ちょっとこの場合53になりますね。で、次は、先ほどこの5から50を計算したと同じように、この53を10倍した数を次の係数1以下の係数のマイナス2の下に置きます。ですのでこの場合は530ですね。でその次にこの530とその上の係数ですね、マイナス2を加えたものを和をこの530の下に置きます。そうしますと528、逆に言うかこれをこう定数項まで繰り返すわけですね。そうすると次は528をまあ10倍しまして、5280と1の係数のマイナス8を加えたものを5280の下に置きますと、ここの係数がプラス8ですかね。うん。5288。で、最後に、あ、最後じゃない、まだ、この5288を10倍して、52880で、最後に、この52880に、この定数項のマイナス10を加えて、52870。で、この最後に出てきた、この52870というのは、実は、A の10に等しくなりますよっていうのが、組み立て助法の、方法でした。で、ついでにちょっと余談を言いますとですね、実はこの組み立て助法の一般、もっと一般的な計算というのは、この段階で終わっていませんで、実はここからこれをですね、新たな入力多項式と思って、その、
この多項式を10で評価することができます。で、それをどん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 繰り返していくと、実は、A の X プラス10かな、A の X プラス10か X マイナス10だか、ちょっとよく忘れちゃいましたけれども、その、ある種のその原点をシフトした多項式を、この組み立て情報の、繰り返して求めることができるということも知られています。興味のある人は調べてみてください。このようにして計算できるわけなんですが、じゃあこの組み立て情報でですね、その行った計算、ここにはこんなふうに書き込みましたけれども、これを実際に公式の形でもう一回書き下してみます。最初の段階で、まずここで5がありました。5を持ってきます。で、この5をですね、10倍して、ここで3を加えました。あと、ここで53になるわけですね。で、次のステップでは、ここにさらにこれを10倍して、マイナス2を加えました。で、これで528になります。で、次のステップでは、この結果をさらに10倍して、で、この時は8を加えますか。8を加えて。で、さらに、この結果に、10を加えて、マイナス10という計算をこうしていったことになります。で、この展開の中でですね、じゃあ、10を代入したところの変数 x っていうのはどこにあったかっていうのを一応確認してみますと、ここにあるんですね。あ、これ別に有理数ってわけじゃなくて、ただ単にアンダーライン引いて x って書いただけですので、注意してください。ここですね。ここ、ここ。ということで、これを逆にたどってみると、実はこの ax、多項式 x っていうのは、今次のような形で展開できることがわかります。この場合ですと、AX0、AM。一般の N 字の多項式で書いてしまいますけれども、まず AN に、AN っていうのは主係数ですね。一番高次の係数、主係数に X0 をかけて、でそれに次の主係数のより1位下の係数ですね、n-1 をかけると。で、これに x0 をかけると。で、それに a の n-2 をかけると。で、x0 をかけると。ということを繰り返しまして、最後に、A1 か。こうですかね。で、最後に A1 まで加えたものに X0 をかけて、最後に A0 を加えるという形で計算をすると、実はこの手順でこの A の X0 というのは計算できてしまうんですね。で、実はホーナー法というのはこれです。このやり方でその A の X0 を計算する方法というのをホーナー法と言います。まずいいですか。ホーナー法はヨーロッパではこの19世紀初頭に論文として論文の中に書かれて発表された方法なんですが、少なくとも
その東洋、まあ、日本や中国などでは、まあ、それよりも古くから知られていることが昔の文献などで分かっています。で、まあ、もしかしたらその、まあ、西洋でもそれ以前に知られていたということは十分考えられますけれども、まあ、そういったことで、まあ、ポーナー法に関してはその、まあ、日本やですね、中国などの、まあ、割かし古くの、その書物に書いていたりして、まあ、僕が以前去年の授業をやる前に調べた範囲では、例えば国立国会図書館のデジタルライブラリーの紹介などにこのコーナー法に言及している部分があるので、まあ、興味がある人は見てみると良いかと思います。までいいでしょうか。一応そのコーナー法のアルゴリズムと計算量について確認しておきます。アルゴリズムはテキスト18ページの一番上の部分にありますので見てください。入力としては、まず多項式ですね、ANX が、まあ、これまでと同じような形で入力されておりまして、でそれから整数 X0 をもう一つの入力として取ります。それから出力としましては、整数としてこの A に X0 を代入した値ですね。これを出力として取ります。で、以下はそれぞれの計算ステップを書いていきますけれども、まず最初のステップで、この、まあ、y という変数を新しく用意して、まあ、それにその ax の主係数 a を代入します。で、次のステップで、ループを組むんですけれども、これ y が2回出てきていますが、一応これは右辺の y の値を先に取り出して、それを x に x0 を
あ、ごめんなさい、XA じゃない。ごめんなさい、XI の XA ですね。これ XA をかけて、で、A の I を加えたものを新たに Y に代入するというものです。で、これを I が N マイナス1から0まで繰り返します。で、最後に、この Y の値を返す。ということで、アルゴリズムは終わりです。で、以上がホーナー法のアルゴリズムなんですけれども、その計算量の見積もりについて、今言えることはですね、まず演算回数についてちょっと測ってみたいと思います。と一応今までの流儀でその演算回数を調べてみますと、まずこの法文ですね、この法文でこのループが何回起こっているかというと、i を n-1 から0まで変えますので、ループは n 回回っています。で、それぞれのループの中で、その、行っている演算なんですが、まずこの y×x0 のところで乗算1回、それからこれに ai を加えるところで加算1回行われています。ですので、まあ、これですね、演算回数は全体で 2n になりますから、一応それを全球的に見積もりますと、θ の n ということになります。で、先ほどですね、この素朴な乗算を使った場合の、その演算回数をこう見てたときに、n 次の多項式の評価で、がですね、にかかる演算が、n の2乗に比例するといったことを思い出してください。とこの8枚目の黒板、ちょっと重なってますけど、その8枚目の黒板の一番上のところに残っています。ですので、ホーナー法を使うと、この多項式の評価がのにかかるその演算回数が、まあ、n2 乗のオーダーから n のオーダーに下がるということが分かります。まあ、そういう意味では、その我々がそのよくやる素朴な方法に比べれば、ホーナー法は効率的であるということができます。しかも、まあ、知らないうちにこう学んでいた人も結構いたという話ですね。で、一応ここでちょっと注意しておきたいのは、ここで演算回数と呼んでいて、計算量とはちゃんとは言っていませんでした。で、これには理由がありまして、実は今の時点で、多倍長の整数の乗算の計算量はまだ議論しておりません。ですので、その、まあ、我々の計算量を評価するといったときには、その、整数の1ワードあたりの演算を使って、演算を単位として評価するんですけれども、まあ、この場合はそこまでは至ってないということに注意してください。今のところは、まあ、多倍長であろうが、単精度であろうが、まあ、その、加減乗量の回数だけを評価するということに注意してください。ですので、同じ、θ の n といっても、その、これがですね、出てくる係数が、単精度の場合と、この非常に大きな多倍長の整数の場合ではまた計算量が変わりうることがあります。で、というところにちょっと注意していただきたいと思います。と、ここまで何か質問はありますでしょうか。はい。と、
今日は、まあ、ちょっとまだ今日は時間少しあるんですけれども、ちょうど切りが良いところですので、このぐらいにしたいと思います。で今日はその、まあ、多項式の表現と、それから加算のアルゴリズム、それからフォーナー法について話をしました。で、次回ですが、テキストではそのまま先を進んでいきます。でこの先にあるセクションのタイトルを見ますと、非不整数の二進十進変換ですとか、それから小数分数の二進十進変換といった話題がですね、があってから、その 2.3.2 で多精度整数と単精度整数の乗算といったような話があります。で、乗算の前にこういう話があるのは、実はそのこれらの二進十進変換というのがですね、まあ、一つはフォーナー法と関連があるということで、まあ、ここで扱います。それから、現実の世界では、コンピューターはその二進数を扱うわけですけれども、我々は十進数を扱いますので、そうすると、二進十進変換というのは、その我々の世界とコンピューターの世界をこう行ったり来たりするのに非常に重要な道具の一つになっております。まあ、そういうことで、こういうこともやりたいと思いますので、また次回、一緒にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。